はい、どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎でございます。それとどうもキョンベイさんです。はい、ドゥーン、よろしくお願いします。お願いします。今日ね、お手伝いのまた高校生くんたちに来てもらったんで、おいすおいす、一緒にみんなでやっていきましょう。やっていきましょう。今日はですね、はいはい、今日の動画は、はい、まあ、結構僕のコメント欄でボレーのやり方とか、はい、肩の使い方を教えてくださいっていうコメントが結構ありますので、ああありますね。それをまあ一緒に、まあ、はい、調査さんに向けて教えれるように一緒にやっていこうかなと。ああいいっすね。もう僕が説明しながら、はい、一緒にやっていくという。ああ、もう真面目な動画ですか。真面目な動画です。今日大丈夫ですか。真面目な男じゃないのにドゥーザボバモス楽しくやりましょう、みんなで。はい、わかりました。ということで、まあ今日は、まあ、バックボレー、はい、前もあのライブ配信とかで僕やったんですけど、まあ、はい、YouTube ライブだったんで時間が長かったんで、まあ、今回ちゃんとした動画でちゃんともう一回説明しようか。ああ、編集込みで。編集込みで。ああ、いいっすね。ということで、じゃあやっていきましょう。やっていきましょう。お願いします。はい、これバイナー。バイナー。バイナー。終わっちゃう。終わっちゃう。終わっちゃう。はい、じゃあ今回なんですけど、まあ、バックボレーというか、バックハイボレー。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 ハイボレーっていうか、ローボレー。ハイボレーはこっち、ローボレーこっちです。ローボレー。ハイボレー。まあ、ローボレー。ローボレー。バックの、あ、すみません。ローボレー。ローボレー。をやっていきたいと思います。はい。で、まず一つ、肩の使い方を肩の意識してほしくて。おー。まあ、肩甲骨を使うんですけど、まあ、これはあくまでも僕の考えっていうか、はい、まあ、人それぞれ教え方ってあると思うんですけど、僕的にはいな教え方でいきます。はい、お願いします。で、まずラケットを置いてもらって。ラケット置いて。はい、で、まずここを伸ばします。はい。で、こう横向いてもらって、で、こういう動きをしてみます。おー、はい、この肩甲骨動くのわかります。すごい、わかります。ここ曲げずに伸ばして、あ、で、実際ストロークとかバックボレーもこの入れ替えの強さで球のスピードって生まれるんですよ。実はすげえ気持ちいいっす。だからストロークとかもこの左から右に肩甲骨がバーンってこう移るときにストロークの色が生まれるんで、だから腰の回転とかだとこうバーって開いちゃう。はい、だから中学生とかに教えるときに腰回転させろって言ってもわかんないじゃないですか。はい、実際だって回るのってこの位置からここだけなんで、はい、まあ、回転といえば回転だけど回転じゃないじゃないですか。そうですね。だからこっちの肩甲骨からこっちにバンってこう殴るみたいな、あ、でパワーが生まれるみたいな、はい、っていう感じでまずイメージをしていただくと、あ、でここでバンバンバン。だから僕のローボレーとかハイボレーとか振ってるってよく言われるんですけど、はい、じゃあなんで振り遅れないかっていうと手首で やってないから、この肩甲骨で操作してるから元の部分から動くんで、はい、絶対振り遅れない。なるほど。っていうことを意識しながらちょっと今回やっていこうかなと。はい、大丈夫でしょうか。やりましょう。じゃあやりましょう。お願いします。はい、じゃあまず僕が何問かやるんですけど、ちょっと振っちゃう人は振るっていうのは、いや、これパーンってやって振るっていうのはこうやって振って、はいはいはい、振ってますね。これだとまあ入ったらいいボールだけど、もうとんでもないミスもある。こうやってとんでもないミスもある、はい、で僕のボレーっていうのはここからここだけみたいな、はい、この肘をグッて引くだけ。そうするとどんな速いボールが来ても、おー、すげえ、絶対振り遅れない。あ、本当だ、すげえ。あ、ちゃんとこれ振るのと振らないのが差がある。で、あー、綺麗。やると振り遅れない。それがちょっと前切る、結構思いっきり打ってもらって、早く打っても絶対振り遅れない。絶対振り遅れない。ここで今の振ってやるとバーンって、はい、水に手首だけだと、手首だけだと、へぇ、肩甲骨やるとバーン。あー、綺麗だな、本当に綺麗だな。絶対に、ね、絶対に振り遅れない。で、攻めたかったらこれを使って、はい、うわー、攻めてる。やればここの動きで、はい、それが振ってると振ってないの違いですか。で、見た目的にはパカーンいってるから振ってるみたいな思われるんですけど、はい、そうですね。実はこの肩甲骨で操作してるみたいな。パチンパチンパチンっていう意識でちょっとやってもらえれば、はい、お願いします。じゃあ何本かお願いします。あ、そう、全然悪くない。当てます、当てます。全然悪くないです。肩甲骨を意識してます。あー、難しいな。あー、ダメだ。あ、いいっす。あ、いいか。5球ぐらいでじゃあ交代します。あ、うまい、うまい、うまい。すげえ。なんかこれ意識するとやっぱ違いますね。そうですね。あ、すげえ。そうなんですよ。で、じゃあちょっと高校生の、ね、まあ、高校生の子は全員なんで、やっぱもうできてる、体の使い方が多分できてる。あ、綺麗。めっちゃうまいっすね。うまいっすね。
おお、すげえすげえ。で、まあ肩甲骨を意識してまず、はい、これ全部ストロークでも全部そうです。ああ、もう全部に入れること、はい、あ、うまいな。ラストで、はい、ラスト。あ、じゃあもう一回いい。はい、お願いします。はい、実際球の威力って、はい、振らなくても出るんで、あ、もうその反発で、はい、その体重乗せて、はい、肩甲骨でパチンって、はい、あー、いいです、いいです、全然いいです。ただでも手になっちゃう。バモスバモスだよ、バモスがいいですね、はい、バモス。あー、ちょっと今振ってましたね。結構ダブル前衛っていうのやってて、あー、はい、めちゃくちゃ両方ともあるから、こっちでやる場合もあるから、こっちで行く場合もあるんで、はい、4的にはこっちで出して、3、こっちが出る感じですか、はい、はい、胸を突き出す感じ。そうです。ただ、ダブル前衛とかで防御しなきゃいけない場合とか振り遅れちゃうんで、こっちですと、はい、だからちょっといいんだよ、こうやって、あー、確かにこう右っていくよりも左の方がこう、はい、もう守るんだ、やばいと思ったら、臨機対応だ。臨機対応、パン、臨機応変、臨機応変臨機対応はずいわね。攻めたい敵はパン。おー、綺麗、出せばうまい。あ、で、あとコツとしてはこう、バックで構えてる時はいいんですけど、実際試合ってこっちも来るんですよ、はい、はい、なんででも、だからって正面に構えてるとどっちも取れなくてこうなってるし、はいはい、フォアに来てもおーってなるんですよ、はい、大体これが普通になっちゃうんですよ、はい、だからどっちかに体も絶対この時かぶと、あ、そうするとこっち、あ、ごめん、フォアに打ってもらっていいんです。フォアに構えても振り遅れても入るんで、こっちは、はい、こっちの場合もう体決まってるから、そうそう、もうここからパン、あ、綺麗、パンって行けば、ただ こっちからこう来ても体がさばけるんで、こう、はい、真正面向いてるともう押し出すしかなくなって、はい、防御タイプだったんですけど、バックで構えてからの方あって体が切れるんで、こう、あ、だから両方来てもバックで構えてもパンってこっちにすぐ切り替えるみたいな、だから どっちでもいい、どっちに来てもパンって、どっちに来ても大丈夫だね、どっちに来てもあっおお、いける、はい、じゃあもう体がついてる、そうです、だから、まあ、傾けることが大事ですね、はい、じゃあちょっと、はい、お願いします。どっちでもいい、あ、どっちでも、あ、難しい、全然あり、全然あり、お、もういい、なるほど、あ、OK、OK、OK、あ、よかった、あ、ダメだ、あれは決めとく、そうっす、固めて、あ、そうそうそう、今の体の使い方いいっす、白芸、おー、オーケー、まだもうちょっと白芸が出る、あ、オーケー、あ、うまい、あ、あ、あ、ラストで、ラストで、はい、あ、あ、ありがとうございます。すげえ綺麗な打ち方になった。肩甲骨を意識しながら、はい。振り遅れないし、はい。速いタップ、あー、あ、綺麗ね。でもこれもストロークで打ち方になった。はい。まあ、最後なんですけど、はい、基本的にストロークの延長線上ってさっきも言ったんですけど、はい、なんでボレーもストロークも基本的には一緒なんです。ただこのバックスイングがどんどんちっちゃくなってくる、ストロークだと後ろで、はい、前に行けば行くほどここからスタート、ここからスタート、ここからスタートっていうのを、じゃあちょっと、はい、ちょっとノーバンでできる、どんどんだんだん俺前行くから、はい、ここからはバックイング大きく、あ、大きく、はい、そのままだんだん前行くと、うまい、あー、もうボレーぐらいになる、綺麗、もう行くともっと高く、あー、前に行くほどこうスイングが、そうですね、基本的にもうストロークと一緒なんで、それだけ意識してもらえば、はい、こんな感じですかね、バックのボレーは、はい、大丈夫でしょうか、お願いします、ありがとうございました
じゃあこんな感じで、はい、じゃあエンディング撮りますか。ギャラいくら使ったかな。ギャラで5万円でいいっすか。5万円高いでそのくらいの価値ありますよ。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます本当に。どうでしたでしょうか。いや本当になんか今までこう意識してなかったところなんで、これがまたこう知れたのがすごい良かったです。あ本当ですか、はい、それなら良かったです、ね、いや本当にもうこれからちょっと結構真面目な動画になっちゃいましたけど。いや全然真面目じゃないよ。真面目じゃない。不真面目な人間みたいな。でまあこの、はい、ペソさんの動画でもまたそうですね、あのやるのでバックのストロークの、はい、今度ストローク部門をはいやろうと教えていただこうかな思ってるんで、はい、概要欄に貼っときますのでぜひお願いします。見に行ってみてください。お願いします。じゃあこれですかね、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの動画がいいと思った方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなって方もグッドボタンお願いします。ってことで次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。